あのさ、他のメンバーのも含めお酒いろいろ出してるメンバーいるじゃん。あれ、今までのやつさ全部飲んでんだけど、ラミちゃんのマジで美味しいんだけど。お酒のセンスが本当にある。お酒のセンスガチすごいから、酒造者になれ。酒を作れと言っている。でも本当にね、美味しいの。あのさ、飲む方もだけどさ、あれも出てたじゃん、なんだっけ、あの琥珀糖。そうそうそう、あれもね美味しかった。あ、味覚が合うっていうのはあるかもね。ラミーちゃんが好きな味と、まつりがあ、これ美味しいなって思う味が合ってんのかもしんない。で、まつり、あの家族にも、っていうか、まあ家族というのの親にもね飲ませたの。めっちゃね、美味しい美味しいって言ってたから、やっぱラミーちゃんセンスがあるので、酒造者になった方がいいです。まつりは普段あまりお酒飲まないから、お酒マイスターのラミーちゃんに教えてほしいな。体力王書き忘れた。体力王呼べ。オッケーオッケーオッケー。忘れてた。あぶねえ。ねねちのマジ友って感じ。ねねち大好き。歌もダンスも趣味合うと思っている。え、マブダチだよ、マブダチ。あ、ちなみに祭りもね、虫結構好きでね、なんか一番好きなポケモンがケムストだったりとかもするんで。あと実はあれ言ったっけ、ネネチの家に行かせてもらったんですよ。でカエルにご飯って名前をつけた。そうだそうだ、また家行きたいな。ご飯ちゃんは元気ですか。もうなんかネネチに関してはさ、 LINE とかも結構気軽にしてるからさ、別になんか逆に書くことない。LINE とか気軽にしすぎて逆に書くことないわ。仲良すぎて。ピカブやろう。これでよし。うわー、ボタンはね、壁なんだよね、祭りの。実は祭りの壁、あのこのチョンチョンのアホ毛が触りたい。いや、もう本当にこれなんですよね。ボタンが、なんかこう、よう歩いとるイメージあるでしょ？だから、あ、運動めっちゃいいやんと思って、なんか、たまに、本当にたまに、こうさ、まあ、ねりちの記念とかのさ、ライブとか、一緒になったりするときがあるんだけど、なんか、負けてらんねえなと思う。マジ、シシロンがいたから、よし、頑張ろうみたいになれたのがあるから、マジ感謝やね。壁は、この、なんかちょっとさ、クールっぽい、なんか脱力クール系みたいな感じなのに、めっちゃさ、なんか、ロリロリしいじゃん。可愛いじゃん。それもだし、なんかちょっとこのスタイルの抜群の良さ、に、ちっちゃいアホ毛。このちっちゃいアホ毛が本当に無理。可愛すぎる。このちっちゃい、もう、ホロライブの中で一番ちっちゃい。で、ないくらいちっちゃい。本当にこのアホ毛がもう本当に好きなの。はぁ、可愛いってなる。もうそのちょん、ちょんアホ毛を触りたい。キモ。祭りの分の構成の仕方、キモ。口の中に含んで、クチュクチュしたいもん。もう本当に可愛いんだから。大好き。ポーポーは今でも覚えてるよ。今でも覚えてるよ。ポルカの唇。これキモいかな。
まあいっか。ポーポーとはゆるーい雰囲気で話すのが好き。あの雰囲気めちゃめちゃ好きなんだよな。雑とつまちみたいなやつ。